春樹刑事、事件です。どうしたの？さあ、早く現場へ。君は解けるか、矢口一人殺人事件。春樹刑事。はい。今夜は本格派ミステリーです。ほう。はい。ここでやんの？そうです、挑戦しちゃいます。はい。早速事件の概要を説明します、殺されたのは外国人占い師です、はい、謎を解く鍵、一つ、被害者は外国人占い師。二つ、暗号化されたメモが存在。三つ、そのメモは被害者の手の中に。ダイイングメッセージ。見てください。これがダイイングメッセージ。そうです。もうこちらがとっさに書いたとは思えない。事件当日に部屋を出入りした人たちがいらっしゃいます、はい、こちらの3組です。まずは容疑者 A、 清楚な雰囲気漂う女性銀行員。容疑者 B、 牧場を経営する素朴な夫婦。容疑者 C、 怪しげな競馬予想士。さあ犯人は誰だ。誰が一体犯人なのか解いていきたいと思います。おお、これをここで。はい、そうです。普通こういうの VTR とかでやるんじゃないの？いや、私たちはここで。まあ後ろになんか増えてるけど、あれは、あれはですね、現場ってこと？現場です。あー、ということで、じゃあ現場から行ってみましょうか。現場検証していい？現場検証、じゃあちょっと待っててもらって。すごいなー、まあ、タロット占いでしたね。チャチなセットだな。そしてですね、まあ、ちょっと気になることに、誕生日占いみたいなね、ありますね、こちら。これさ、死因は聞いていいの？死因は、死因はこれは誰に聞いたの？コーヒーで、ここにあるコーヒーで。死因、すいません、死因は英語で聞いた方がいい、英語で。死因は Why dead? Why dead? Why dead? 死体は語らず、しかし頭部への打撃が死因らしい。さらにこの現場にも事件解決の手がかりとなる重大なヒントが隠されているという。皆さんもぜひ事件を解決してもらいたい。ヒントは謎のメッセージと犯行現場。合理的に考え、犯人を割り出してくれたまえ。今日どんな占いしてもらったんですか？私は彼との恋愛相談を。おお、どうでしょう？それはもうちょっと乙女の秘密。牧場経営の方はうまくいってるんですか？まあぼちぼちですね。ああ、そうですか。で、今日何占ってもらったんですか？いや、うちの息子が子供何頭産むか心配だったんで占ってもらったんだ。じゃあ競馬予想士の方、今日何占ってもらったんですか？うん、はい、今日は8です。8です。8レース占ってもらった。予想士でしょ。うら、最近外れててさ、もう藁にでもすがる思いでさ、お姉ちゃん頼む。8レース。これじゃあちょっと怪しいね。ね、ああ、10レース。こういうのよく競馬場の周りで100円払うとちっちゃい紙にこれ渡されるよ。捜査はいきなり重大な局面に。この暗号の意味とは。キングマン。ヒント、キンクマン。名前が違います。金田一クマノスケさん。はい。知らなかった。わかりました。聞いてない？あ、もうわかったの？犯人は牧場経営のあのお母さんの方です。理由は、これが以降以降倒産見に以降倒産見に全然違います。突如発生した謎の殺人事件。
証拠は全て出揃っているのだ。あなたも犯人を探してもらいたい。引き続き暗号を解読する2人の刑事。すると、え、分かっちゃったよ。大丈夫。A さん、本当？分かりました。途中までの数字は合ってる。ただ現場をあなたは忘れてる。あ、そっか。ちょっと何普通に雑誌読んでるんですか。違うよ。貸してください。ちょっと見てるんですけど。じゃあ私もう溶けそうなんですけど。今見てるんですけど。溶けそうなんですけど。いや、僕寸前なんですけども。ちょっと、だってファッション誌のとこ見てるじゃない。違うよ。15ページネイルアート見てるじゃないですか。ちょっとすぐ溶ける。ちょっと貸して。私もう分かったんだから。いや、分かってるんですから。ちょっと何だっけ。ちょっと待ってよ。ちょっと分かった分かりますよ私。あ、ちょっと待って。ちょっと分かったじゃ、分かったの。分かったんだって。俺分かったの。絶対。ちょっと待って待って。それじゃないと私溶けない。もうずるい。分かりましたか。はい。その推理は、この32ページに、チョコをあげたい芸能人は誰って書いてあって、はいはい、それの、1位が小池徹平だから、はいはい、彼はちょっと小池徹平を意識してる。意識してますか。ページは近いですか。全然遠いです。15ページと13ページは関係ありますか。全く関係ないです。ページじゃないです。どんなチョコをあげるのってのは関係ありますか。全く関係ないです。外れました。外れた。え、本当に分かんないですか。もう何考えていいか分かんないわ。分かりましたから、ちょっと耳塞いでてくださいよ。はい、はいはい。さっきのは合ってるんですよね、途中まで。お牛。はい。お牛座の、はい、5月12日生まれの、はい、絵の方が犯人です。じゃあでも暗号がお牛ということは、二人でもよかったってことですよね。なぜお牛座としたのか、決定的な証拠がどこにあるんでますか。決定的な証拠を見つけてください。そう、捜査の鉄則は現場。決定的な証拠がここに隠れているはず。あなたはもう分かりましたよね。あれです、あれ。春刑事、ヒントを言いましょう。なるほど。あの数字をポケベルで考えてみてください。
わかった。ああ、わかっちゃった。なんでなんで、もうわかったもん。いや、今のヒントはもう完全にわかった。ちょっと、ちょっと。私もうそれは3段階前に気づいてますから。はい。あ、この暗号がですね、まず。お牛座のページを見たところ、ここにいるお牛座は A の方だけだったんですね。で、まあ、お牛座とやはり B に引っかかるんじゃないかということなんですけども、現場を見たところですね、うん、椅子の数がお客さんの方に一つ、うん、ということは一人ですね。つまりは2番になります。お見事。イエーイ、やったー。え、いや、奥が深い。3段階ぐらいありましたよこれ。矢口一人殺人事件解決編。今回犯人はある証拠を残していきました。おかしいです。証拠を消せばいいのにわざわざこれ見よがしに置いてる。犯人は非常にフェアプレーが好きな人です。このマグカップ2つしかありません。つまり一つは彼女、もう一人は夫婦で来た場合は全部でマグカップが3つあるはずですから。はい。お客さんは一人しかいなかったということになります。つまり銀行員の彼女が犯人です。私が殺しました。やったーい。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。完全に奪いましたね、今。完全に奪いましたけど、私の方が全然先ですから。え、今、正解を教えたじゃないですか、全部。うん。ねえ、あ、今、取ってきましたけど、まいです。うん。まいです。合ってるでしょ。はい、正解です。ほら、見なさいよ。なぜあなたは彼女を殺したんですか。私が恋愛相談に行ったら、彼と別れろって言われたんです。私は別れました。そしたらこの女が私の彼氏と付き合ってるんです。もう許せなくて悔しい。シャルビーダンス。